んのか。うせろ、恥知らずのウィッチャーめ。なぜそんなにウィッチャーを憎んでいる？なぜだと教えてやる。お仲間の一人がここに来て2日間たらふく食ってごそごそやってた。怪物を倒してやると言ってな。いくら欲しいか聞いたよ。だが金はいらない、何もないのは分かってると答えた。金の代わりに何を要求した？奴は俺が持っているがまだ見ぬ何かをもらうと言った。奴が出ていくと娘が泣き出したのさ。なぜ泣くと聞いたら、もう耐えられないって言った。この手であいつを殺してやるってな。続けろ。娘はどこかの怪物があいつを殺すだろうと嘆いた。あの野郎が何かしたのかって聞いたら、真実を話したんだ。あいつに侵されたってな。奴が報酬として求めたのはウィッチャーの子供だったんだ。そいつが本物のウィッチャーなら心配はいらん。我々に子供はできない。ありがたい。これ以上お仲間が増えたら手に負えん。だがあいつは娘をたぶらかして犯した。絶対許せない。そいつの居場所を言え、片付けてやる。墓地だ。怪物退治に行った。屍ぐらいにズタズタにされてればいい。ありがたい。本当に住んでるところだった。あのグールにキリビリされるところだったよ。むしろ邪魔しない方が良かったかもな。初めて見る戦い方だ。じっくり見るべきだった。どこで訓練した？カタツムリ流派か。しかしオオカミのメダルはどこで？あんた本物か？ウィッチャーが。ん？どうしてバレたんだ？グール相手に小便を漏らさなかったからか？答えろ。メダルはどこで手に入れた？買ったんだ、旅の行商人から。ああ、村人が来る。俺のことは黙っててくれ。怪物が死んでる。おい、なんだ、ウィッチャーが2人、雇ったのは1人だぞ。ウィッチャーは1人だ。こいつは偽物だ。村を渡り歩いて人々を騙してる。いやいや、そうじゃない。今から全部説明する。聞いてくれ。こいつは詐欺師の悪党だ。特別な罰がいるな。おかげで正体が分かったよ、ウィッチャーさん。長老に合わせるべきだな。そうだな。長老が悪人の処遇を決めてくれる。削ったコインを使おうとした詐欺師の時は両手を切り落とした。きっと長老は罪にふさわしい罰にするだろう。まずは剣を取り上げてメダルを火にくべることだ。じゃあな。